頑張れー。1曲目はクリスマスが近づいてね、街を歩いたら聞こえてくる曲といえばジングルベルではありません。今日は諸人踊りです。この曲はイエス・キリストが地上に降りてくる喜びを歌った賛美歌です。いまーす。
宮沢賢治が作詞作曲しました。2020年の東京オリンピック閉会式でも歌われました。はい、お願いします。ワン、ツー、スリー、フォです。宇宙から見ると瑠璃色に見える私たちのこの住む美しい地球が、この美しい地球を守りたいというメッセージをね、この歌に込めていますので、皆さんもよくご存知だと思いますけど、お聞きください。あ、すいません、ちょっと言い忘れて、国際宇宙ステーションでね、1970年に目覚まし音楽として流されました。お聞きください。
普段はもうちょっと上手にできるんですけど、今日はちょっとね、お昼時間がね、急に縮まってね、皆さんも朝とかして、ぼーっとなってるんです。すみません、あんなもんです。あんなもんですよ。飲んだもっていいんですよ。最後の曲になりました。最後の曲は、コンドルは飛んでいくです。皆さんよくご存知と思いますけど、南米アンデスの雄大な山々を大きな翼のコンドルが飛んでいるイメージが浮かんできます。1970年にサイモンとガーファンクルがカバーして世界中に知られるようになりました。お聴きください。
ない演奏でしたですけど、皆様の温かい拍手がね、すごいあの助かりました。ありがとうございます。先生と長いです。お会いしたいと思います。先生でした。ありがとうございました。